本命、ようやく王。変な人が書いた人生の哲学。著者、斉藤ひとり。本の概要。斉藤ひとりの変な人が書いた人生の哲学は、一風変わった視点から人生を捉え、その真理を解き明かす独特な哲学を提唱する一冊。本書で伝えたい重要なメッセージ。一意変とは自己独自の視点を持つこと。自分らしさを大切にし、他人とは違った視点で世界を見ることが、新たな発見と成長を生む。2. 人生の喜びは、常識や規範にとらわれずに自己を表現し、人生を楽しむことから来る。3. 変わった視点で人生を見ることで、困難をチャンスに変え、人生をより豊かにすることができる。まとめ。変な人が書いた人生の哲学は、斉藤ひとりの独特な視点から繰り広げられる人生哲学の集大成。自分らしさを大切にし、変わった視点で世界を見ることの大切さを教えてくれる。この動画が参考になった方は、高評価チャンネル登録お願いいたします。